西武有楽町線。西武有楽町線は、東京都練馬区内の練馬駅小竹、向原駅間を結ぶ西武鉄道の鉄道路線である。ラインカラーは、柿色。駅ナンバリングで使われる路線記号は SY、SI。旧都市交通審議会。現在の交通政策審議会の等身第10号に、ある8号線、有楽町線の一部であり、西武池袋線と東京地下鉄。 東京メトロ有楽町線、副都心線を連絡している。西武秩父線と同様に、西武を含めた西武有楽町線が正式な路線名であるが、これはこの都市交通審議会答申の8号線、有楽町線の一部であることに由来し、東京地下鉄の有楽町線と区別するためのものであり、愛称や通称ではない。また、西武副都心線という名称も存在しない。 練馬駅構内以外は全区間が近く間で地下鉄乗り入れのために車内信号を塞式 ATC を西武鉄道で唯一採用している。さらに西武鉄道で唯一の全区間伏線の路線でもある。起点は練馬駅であるが列車運行上は小竹向原駅から練馬駅へ向かう列車が下り逆方向が上りとなっている。 現在は本路線を経由して、飯能駅から新木場駅間、東京メトロ、有楽町線並びに、飯能駅元町、中華街駅間、福都新線、東急東横線、横浜高速鉄道港未来線で、相互直通運転を行っており、もっぱら、池袋線と東京メトロ線をつなぐ、連絡線的な役割となっている。船内列車は設定されていない。 小竹向原駅が、奇襲点となる列車も、上下の初電、終電各一往復と平日ダイヤの朝、下り小手差し駅一本のみで、それ以外の列車は、東京メトロ線と直通運転を実施している。列車種別は、S トレーン、快速急行、F ライナーを含む、急行、臨時、快速、準急、各駅停車があり、以下の区間に設定されているが、本路線内は、 S トレーンを除いた全列車が各駅に停車する快速業も本路線系統に限り練馬駅に停車する S トレーンは練馬駅で保安装置切り替え ATGATS 小竹向原駅は保安装置切り替えと乗務員交代の目的でそれぞれ運転停車となり客扱いは行わない 朝の最小運転間隔は2分、日中は1時間あたり8本程度運転でこのうち2本、おおむね30分おきが、快速急行である。快速急行、快速、準急の全列車と一部の東京メトロ、福都新線直通の各駅停車については、小竹向原駅で、種別変更を行う。西武ドームでの野球開催時に限り、新規場。 渋谷方面からの西武球場全行が運行される。池袋線との直通運転を開始した1998年シーズンから東京メトロ、有楽町線直通、2008年6月14日から副都心線直通が設定され、新木場、渋谷発の西武球場全行が運転されるようになった。2013年3月16日以降は元町、 中華街発の西部球場前行きが設定され、横浜方面からの西部ドームアクセスが改善した。以下の記述は2013年3月16日改正のダイヤに基づく。使用車両は降雪を参照。このうち自社の6000系で運転される場合は、先頭車の前面にヘッドマークが装着されていることも、ある4万系では不明。このヘッドマークは埼玉西部ライオンズの 球団ロゴマークのヘッドマークの使用が多いが、場合によっては埼玉西部ライオンズのチーム、応援キャンペーンや埼玉西部ライオンズの人気選手の応援企みの特性ヘッドマークを、掲出して運転されることもある。さらに、プロ野球オープン戦やパリーグ公式戦開幕、オールスターゲームプレイオフ、日本シリーズといった試合の開催時には、開催記念の特性ヘッドマークを掲出して、 運転されることもある。1998年の運行開始当初は、夏休みやゴールデンウィークなどの限られた期間中の野球開催日に新規爆発の木を施工を延長する形で折り2本だけの運転であったが、2001年頃のダイヤ改正から西武線の野球開催時の増発ダイヤに組み込まれ、西武ドームでの公式戦全試合やオープン戦などの野球開催時に、 上下数本が運行されるようになった。なお、車両運用上の都合や折り返し時間の関係等により、本来のダイヤ上では、東京メトロの車両で運転される列車を、西部の車両、6000系及び4万系に、車種変更して運行することがある。例として事前に、小手差し駅、車種変更を行う、折り返し駅で、東京メトロの車両から、西部の車両、 6000系及び4万系に車両交換を行い、本来の東京メトロの車両は小手差しの車庫に入る、車周辺を行う、折り返し駅によっては小手差し、または武蔵川丘の車庫まで改装される。車両交換後の西部の車両は、所定の新規場業、または元町、中華街業として運行、折り返し、西部球場前行、延長運転による行き先変更。 この例では、本来の所沢行からの変更となり、同駅到着後に、西所沢経由で小手差し、または、武蔵川丘の車庫へ改装し、入れ替わりに、本来の新木場行、または、元町、中華街行用に事前に、車両交換した、東京メトロの車両を、所沢駅、本来の車両運用での折り返し駅まで改装し、本来の運用に戻して運行する。 1999年シーズンのオールスターゲーム開催時には当時西武ライオンズに所属していた松坂大輔、1本目と松井和夫2本目の特製ヘッドマークが掲出された新規場初の西武球場前行が西武内球行として2本運転された地下鉄線内は確定。西武線内は新桜台、練馬、石神井公園。 以後池袋線急行停車駅と同一。同様に、西武ドームでのコンサートや、主要イベント、国際バラとガーデニング場など、の開催時にも新規バ発や元町、中華街発の西武球場全校が運転されることがある。新桜台駅に非常当たり線が設置されていないこともあり、本路線以外にも池袋線、東京メトロ有楽町線、副都心線、 東武東上線、東急東横線、港未来線で事故、各種トラブルなどによる大幅地が発生した場合は、池袋線と東京メトロ線の直通運転が中止され、本路線は全線運休となる。本路線が乗り入れ用連絡線であるとはいえ、運行回復のために一路線が丸ごと運休することは、日本の鉄道路線では稀である。この場合は、 本路線唯一の途中駅である新桜台駅には長時間列車が濃いことになり、この場合の新桜台駅の利用者は、池袋線江ゴ田駅、約 0.6km、桜台駅、約 0.7km あるいは小竹向原駅、約 1.1km、東京メトロ線氷川台駅、約 0.9km で乗り下車することになる。当線の保安装置の関係上、 地下鉄乗り入れ対応車、ATC 以外の車両の運転ができない。東京地下鉄、東京メトロ、東京急行電鉄、東急、横浜高速鉄道。東京地下鉄、東京メトロ。1970年5月25日に、地方鉄道事業免許を取得し、その後工事を開始していたが、練馬付近での工事が遅れたため、小竹向原から、 当初設置計画のなかった新桜台までの区間を先行して開業させることになった。九百八十三年十月一日に開業した当初の営業区間が小竹向原から新桜台間であり、他の西武鉄道の路線と接続していなかったことから、帝都高速度交通営団（現東京地下鉄有楽町線の延伸区間のよう扱われ、西武単独の駅でありながら、 開業当初の新桜大駅構内のデザインや案内サインは A 団仕様のもので統一した。また、この時には、西武鉄道では車両を保有せずに、低都高速度交通 A 団に保守費用などを支払い、A 団7000系、電車重量編成1本を借り受けて運行をしていた。この時点では、保安装置も A 段 ATC を使用し、列車無線装置も 誘導無線装置を使用した。なお、乗務員に関しては、営団職員の乗り入れは行わず、自社乗務員を配備し、小竹向原駅で交代した。1983年の部分開業から1998年の池袋線直通までは、日中1時間4本のサイクルダイヤであった。平日ダイヤにおいて、始発から9時30分まで、 小竹向原駅に発着するすべての有楽町線、福都新線直通列車の1号車が女性専用車となる。レディー魔法面域並びに、土休日ダイヤでは実施されない。女性客以外にも、小学6年生までの児童と、その保護者、及び身体障害者とその付き添いの者についても、女性専用車への乗車が認められている。ダイヤ乱れなどの不足の事態が発生すると、 女性専用車の実施を中止することがある。実施区間は次の通り。2013年、平成25年3月15日までは、7時20分から9時20分まで、小竹向原駅に発着する列車が女性専用車となっていたが、その翌日から福都新線が、東急東横線、港未来線との相互直通運転始めに伴い、相互直通運転実施事業者間での 実施内容統一を図るため同年3月18日から現在の形になった。なお、S トレーンについては女性専用車が設定されない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。